ライトアップを見よう。ほら綺麗。あ、なんか隣の女性もすごい綺麗だったね。これすごい綺麗だよね。まあ毎年毎年なんだかんだ言って見てるんだよな私は。なぜだか知らないけども、ね、でここ車は基本的に通れないとね。これすごい綺麗なんだよな。写真撮っちゃおう今年もっていうか。ひたすら中央を歩く。歩行者天国だから真ん中歩いていいんだけど、なんか知らないけどもさ、心理的なもんなのかな。車がもうそもそもいつも走ってるっていう概念のもとだから、あんまり人って真ん中、道路の真ん中って歩かないよね。みんなこういう風にほら端っこだよね。これなんか世界共通だよね。とりあえずね、新市街地には行かないけど旧市街地までね、ところまでね行こうね。あ、これカントールって書いてるの。これあれだからね、前もお話したけども、エクスチェンジだからね、両替場ね。あ、でも私両替した方がいいのかな、どうしよう。一応大きいお金はあるんだけどな、大きいお金使えねえからな。まあホテルで物買って崩すか現金を。
はい、スターバックスコーヒーあったね。今買っといた方がいいのか、きっと忘れない、きっと忘れない。だから帰り買おう、動画終わってから。前回の動画はさ、多分雪降ってたような気がするんだよな。寒いって、またあの私のこの携帯電話って寒いとさ、あの電池が 0% になるからさ、もうちょっとであれだね、あのコペロニクスの像があるところだね。ちょっと今日の夜ご飯も買わないといけないからな、食べてく時間はちょっとなさそうだな。あの電車の時間を考えると食べる時間はちょっとなさそうだね。だからちょっとスーパーどこのスーパーで、駅のスーパーっつってもあの S3 の方までの中央駅の方まで行きたくねえからな、買えない可能性もあるから早めに閉まって。でこれコペルニクスの像ね、これね、でこれ明るい時のね、あの動画でも撮ったと思うからね、それをちょっと参考にしていただいて、でもうちょっとあの行くとワルチャー大学で、よく日本語をね、ワルチャー大学の前でテレビとかさ、 YouTuber とかがさ、あの日本語話しかけて、で日本語で答えてくれるだろうかみたいな。日本語学科あるからね、正確には日本語学科ではないのかな、その日本語学科を含めたアジア学科になるのかな、まあ、よくわかんねえや。であのワルシャワ大学の中にあのショパンのレリーフあるからね、それは昔、昔っつってもあの去年か一昨年の動画で撮ったはずなので、ショパンの、ね、音楽に興味のある方はワルシャワ大学の中入ってって、で一番突き上がったところをくるっと振り向くとショパンのレリーフがあるので、あのね、興味ある方は行ってみてください、バルシャー来た時にね。でその行き方の動画はね、あのすごいくらい私と思うんでね、バルシャーの動画とかもね、うん、まあそれを参考にしていただければなと思います。またちょっと多分無口になると思うけど、まあそれ勘弁してよ、勘弁してよって、無口の方がいいかもしれないね。はい、でワルシャワ大学だね、これだね、これワルシャワ大学ね。で門自体はちっちゃいけど、あの中はそれなりに広い大学だからね。であのほぼね、そのなんていうんだろう、繁華街の真ん中にある大学ってことだよね。